何しろ7フィート280ポンドはあるチョウザメだ。捕まえるのに5時間はたっぷりかかった。船にあげた時、こいつが何て言ったかわかるかい？あんたは偉いってさ。本当に魚と話ができたら最高だ。魚の言葉がわかったらね。夢みたいな話だけれど、でもそんな日がきっと来るだろうな。きっと来るよ。あなたとはどこかで会ったような気がします。雨が上がり、太陽が顔を出すと、彼らはとても嬉しそうな顔をした。ゴリラは日の光が大好きなのだ。機嫌がいいと時々歌を歌う。軽いハミングでまるで人間が歌ってるみたいに歌うんだ。こんな歌を遠い遠い昔にどこかで聞いたことがあるような気がする。ゴリラの歌を聴いていて、僕たちが感じるのは彼らの心の中にあるもっともっと大きなふるさとの森のことだ。夜が明けると、もう広場も大通りも人でいっぱいだった。みんな現職になっていた。100のドラム缶が一斉に轟いた。聞いていると、体から火花が飛び出しそうだった。色彩と音楽の大洪水の中で、人は弾けて花火になった。暑くて強烈な一日だった。僕は人間の真ん中にいた。ここに帰りたいと思った。 NTT グループ。情報の力、 NTT グループ。人の心はたくましい。見えるものの向こうにいつも秘められた真理を感じている。未知の風景を思い描いている。そうか、人間がマルチメディアなんだ。あなたに情報の力、 NTT グループ。
感動をつないで生きている。描きたいのは時の移り、伝えたいのは心の揺らめき。私の中でマルチメディアが動き出す。あなたに情報の力、 NTT グループ。情報のこれからへ、 NTT グループ。
like an eagle in the sky.